はい、こんにちは、ペソでございます。シティーズスカイラインですね。今日も小町タウンを発展させていきたいと思います。で、前回の続きでね、ここをちょっと横にズドンと行ってみたんですけども大渋滞を引き起こしてしまいました。ちょっと気づいたのがね、ここ1ドットっていうか1マスね、ずらしましょう。というわけで、これで引いたんですけど、はい、削除をかけて、1ドットというか1マス手前で、ここだとさっきと一緒、これが7やね、だから6、うん、6だと、どうなんかな、これ。これだと微妙やな。まず影響あるかどうか見てみよう。大丈夫やね。ならば、77で、さっき77の方が OK やったんで、こっから、うん、もう一個、よいしょ、これでいこう。同じ軸から真横から予想外の渋滞、予想外でもないか、まあ細いから想定しないといけなかったかもしれないね、渋滞だったんですけど、なぜこっちへ、おお、10ですね、こっちは。なぜ一歩引いたかというと、まあ、差し抜い方分かるとは思うんですけど、これね、せっかく。で、折り口を、おっと、
どうしよう。そしたら、一通にする必要はなくなるよと。無接近信だけすればいいんですよね、これで。あ、そうやね。右折じゃない、左折か。で、ランプの入り口の方は単独で行けるんで。で、トラフィックで分ける。で、ここの信号はもうなしにしちゃおう。で、こっち側も一通です。出るだけ。で、信号機もなしにします。ここは、これでいい。空っぽになったかな。よし。どんどん移設していきましょいと。よいしょ。お、足りねえ。足りない。あ、ちょうど道1個分か。
で、でね、アセットで面白いのあったんで、ね、この敗墓地ね、これが遺体保管数が、何も10、100、1000、10万、100万、9000件、ほぼ1億に入れれるんですよね。ただ霊柩車の数もね、むちゃくちゃになってくるんで、これはねちょっともう飾りにしておきます。敗墓地ね、でここに教会、うん、でね、後々バスでも通したろうかなってちょっと思ってますけどね。では、もうお化け出そうだね。ああいい感じですね、廃れた感が山田ああいいですね、墓地みたいでね。はい、ということで、お遊びはこれぐらいにしまして、これでちょっとはマシにならんかい。逆にしようか、いつね。
で、あとはね、ここの、なんだ、ここはね、まっすぐこの上を抜けていったろうかなと思ってるんですよ。で、まあ上抜けるからね、あえてちょっとここでは高速、こっちの高速には接続しないようにしていこうかなとは、思ってるんですけど、まあ必要あれば、下くぐらせてこっちへ持ってくると、いうような考えております。というのはなぜ今これをつぶやいたかというと、お時間が近くなってきたからなんですけどね。これがね、27なら、ね、前も言ってたように、いける、うん、きれいなまっすぐ引きたいだけですこれは。こうなると、うん、最近ね、ちょっと調子乗ってこだわってきてるからね、ボコボコした道が嫌になってきたっていう。ね、ちょっと風力発電の位置ずらしましょう。あ、でもこの位置やと。1台1台あればいけるからね。水は引いてる。まあこれも後で微調整いりますけどね。
あ、しまった。逆か。ああ、どうしよう。ずらそうか、もう一回。いや、ね。感じかな。で、しか。斜めるからね、道が。
さあ完成ですね。では今回はこの辺で終わりにしましょう。ちょっとだけ様子見てね。本当はね分岐してうんちゃらかんちゃらってやろうとしてたんだけど、これは予想外になっちゃいましたね。まあ、手前でもよかったんやけどね、まっすぐ引いて。うるさいかやな。で、この辺は渋滞しちゃうけどな、どうしても。これで各段に通行料は多くなっていた。この道もなどうやらね需要がいるかどうか。まあまっすぐ伸ばせばまたね絶対の需要は出てくるんですけども、はい、ではこの辺で終わりたいと思います。では、今回もご視聴ありがとうございました。これはどこの地下というと出口だ。すごいね、なんか真ん中のとこ歩道のとこに群衆が。でこの鉄道もね、そのうちちょっとなんとかこの詰まるのをなんとかしたいと思います。ではまた次回です。さよなら。